はい、スタートしました。うらぎチャンネルです。今回こちら、トルコリーグでの中島翔也選手はどんな感じでしたということで、出演者の紹介になります。松目浦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと、トルコから今。はい、ありがとうございます。で、早速なんですけども、トルコの時の中島翔也選手、どんなプレイヤーなのかっていうので、一言で教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね。まあ、印象なしっていう感じですかね。印象まあ、でも、アンタルヤスポルって、所属してた、チームのファンからは、技術はあるよねっていう話は、されてるみたいなんですけど、怪我も多くて出場機会もやっぱりないっていうところがあったので、もう唯一挙げるとするならば、はい、2試合目で投入2分で退場したっていう、退場男みたいないじられ方をずっとしてるっていう感じですね。ありがとうございます。というので、終わっちゃったぞ、ですけども、ちょっとこの後詳しくいきますんで、そもそもというところで、松村さん、ツイッターで見させていただくと、2019年からトルコの方にお住まいということですけども、なぜトルコにお住まいになられたという感じでしょうか。2018年まで、なんかサッカー解説者になるぞっつって、いろいろ活動してたんですけど、母親とたまたま旅行してた際に、知人から電話がかかってきて、知り合いのアニメ会社が、トルコのベシクタシュっていうチームに、アニメ作ってほしいって依頼されてて、はい、プレゼンに行くんだけど、お前今トルコいるよなって言われて、はい、で、あ、いますって言ったら、じゃあちょっと残っといてっていう話になって。そんなにサッカー知ってて、英語喋れるやつ必要だから、5日間ぐらいだけど、飛行機伸ばさなきゃいけないんだったら、そこの会社が多分出すから、いてって言われて、で、母親だけ見送って、イスタンブールにいて、で、それでプレゼンしたら通っちゃって、はい、で、もう君しかいないって話になって、はい、じゃあ、トルコでサッカーチームのアニメ作りますかっていうのが2019年ですね。たまたま2018年にトルコに行って電話かかってきてってことなんですか？そうです、そうです、そうです。全く予定なかったです。ベシクタシュって香川がいたとこ？そうです、そうです。もう僕、多分香川とベシクタシュ同期です。今来てるのがベシクタシュですね。そうです、そうです。これがベシクタシュ。2019年、はい、20年のユニフォームなんですけど、今はどちらかというと、ベシクタシュの内部の人間と、仕事してるので、なんかフロントみたいな気持ちになってきましたよね。ベシクタシュのフロントなの今いや、フロントではないですけど、フロントの人たちと同じところにオフィスがあるんですよ。ベシクタシュのスタッフの一員でもあるみたいな雰囲気なんですね。あ、そう、一応スタジアムで仕事はしてて、すごい。試合の日は。なんか慣れんのベシクタシュって名門じゃないの？そうです。名門、トルコで一番古いチームですね。1903年創設の。そうですね。どこからどう説明して。松見平さんの話の面白そうな展開になってました。じゃこれ、クラブ関係者に中島翔はどうなのって聞いてるんですね。これ大丈夫なんですかね、この。いや、全然大丈夫です。トルコ割とそこら辺は寛容ですし。というピンポイントな松平さんなんですけども、まずこの中島翔也選手がいましたアンタルヤスポルっていうのはどういうような立ち位置なんですかね、トルコリーグの中で。そうですね、中堅みたいな感じなんですよ。基本的にトルコのリーグのチームってすごいもう長年やってますみたいな感じのところが多いので、そこからするともうちょっと若め、はい、1900いくらだったっけ30何年だったっけな、それで若いの？それも若いんですか？アンタルヤスポルっていう名前がアンタルヤっていう地名とスポーツっていう意味のスポルっていうので、まあ、構成されてるチーム名で、はい、どちらかというとそのスポーツクラブっていう意味合いの方がすごい強いんですね。なのでサッカーとバレーとアーチェリーとハンドボールとみたいな、あと水泳かなんかもやってるっていう、でそれが全部でアンタルヤスポルっていう、その部の一部がただサッカーですっていうだけの、じゃあまあ立ち位置なんですけど、まあ、サッカーがトルコで人気すぎて、はい、まあ、やっぱ圧倒的稼ぎ頭になってるって感じですね。アンタルヤってのはどういうような感じですかね。トルコのハワイ的な、もう海沿いのリゾート地なんですよ。避暑地で割と夏になると別荘を持っててそこに帰ってみたいなとか、アンタルヤに、うん、ってなると沖縄に行くみたいな多分感じですよね。じゃあ FC 琉球と思っていいの？割とそんな感じだと思います。リゾート地で中島さんはプレイしてましたって感じです。そんなアンタルヤスポルで中島翔也選手ワンシーズンいたんですけども、まあ、怪我であんまり出場していないっていう感じなんですが、はい、そうですね。まあ、先ほど一言言われてましたけども、はい、どういう感じでこう活躍したっていうのはありますかね。アウェーのガラタサライ戦で90分フル出場したのがあるんですけど、そこの時とかはやっぱそのガラタサライ相手だとアンタルヤスポル
言っても中堅つっても大体9位か11位ぐらいが、はい、平均成績を取ってるあのチーム、ちなみにアンタレスは13位でしたね。チーム数ってどのぐらいなんですか。僕の知る限り19です、はい、割り切れねえじゃん。あのコロナの時に一回すごい増えたんですよ、はい、トルコリーグサッカー協会がめちゃくちゃなんですよね。今年の、レギュレーションがまだ発表されてないらしいんですよあれも始まるよみたいなのが毎回ですね。今シーズンは20のはず今年20っぽい、はい、雰囲気。そうですよね、はい、昇格をもう言い渡してるので、あのここから減ることは多分ないと。で、あのそこのアンタルヤのところで、あの、まあ、やってるとやっぱあの中島翔や攻撃任せみたいなところはあって、トルコリーグ自体がそもそもクラシックって言ったらいいんですかね、あの司令塔まだ置いてますみたいなスタイルなんですよ。なるほどね。とフェネルバフチェは割とその現代サッカーみたいなことができるコーチとかを連れてくるので、うん、教えられたらトルコ人もある程度できるんですけど、はい、やっぱそのトルコ人監督だと6人で守ってあと全員で他は攻めろみたいな、すごいバカって分かれるんですよ、うん、中盤どこ行ったみたいな。なるほど、こう前と後ろが完全分離してるような、そこの前を全部まとめてくれみたいなので中島翔也選手はいたって感じですね。じゃあぴったりな仕事だったんだね、与えられた。本当にそうだと思います。スカウトをよく見つけて連れてきたなっていうのはちょっと思いました。けど怪我もあってあんまりインパクトを残せなかったってことなんですかね。そうですね。あとはやっぱあの対策され始めちゃうとドリブラーって結構やっぱ殺されがちというか、結局そのトルコ の, あのお伝えしたようにクラシックなスタイルだとあの選手間が遠くなっていくんですよね、どんどん。だからもうあとは任せた中島みたいな、あのフォワードがバーって前走り出して、いやそこワンツーでしょみたいなとこも中島が突破しなきゃいけなくなるっていうので、まあ囲まれがちになり削られがちになる、ちょっとなんか負の連鎖みたいな感じですけど、はあのちょっと感じましたけど、まあでもガラタサライ戦で見せた活躍1試合だけでもいろんなところに印象は残したんじゃないかなと思ったんですけど、中島選手自体がトルコをもう 1シーズン選ばなかったっていう感じでしたね、うん。トルコリーグとしてのこう評価としてはちょっと上手かったけどいつの間にいなくなっちゃったよねみたいな感じ。そうですね、そうですね。でトルコリーグあまりにもそういう選手多いんでいつの間にかいなくなった上手い人たち。トルコリーグあるあるなんですけど、上手い選手来ると、はい、その上手い選手に影響されすぎてプレー全員似てくるっていうのがあるんですね。何ですかそれやっぱ練習中からなんかすごい吸収しようっていう、はい、多分トルコ人素直なんで、はい、なんかちょっと真似してプレーし始めると、なんか癖が似てくるというか、だからアンタリアスポールドリブラー増えたっていうのは、なんかちょっと中島翔也ばっか見て、ね、中島翔也ばっか見て、俺もドリブルやりてえってなって、サイドが持つようになって、ボール離れが悪くなるみたいな。サイドバックが永遠持ってドリブルしちゃうみたいな感じそうそうそう面白そうなリーグだないや面白いですよ、もう本当なんかあの人間が素のままプレーしてるって感じですね。サガ丸出しみたいな、サイドバック入ってこないですし、はい、そんな中で守備意識っていうのは今の裏レッズは結構前から一応ハイプレスをしようという意識があるんですけど、はい、そんな一応あります、一応あります。はい、で、その中で、中島翔也選手の守備がどうなんだっていうのが不安要素になっておりまして、はい、お前、横浜 F ・マリノス戦見る限り、若干守備意識が怖いなっていう部分が。とんでもないカウンター食らいまして。存じ上げます。ハイライトを拝見しました。それで言うと、僕は、はい、追いつく限りは守備意識高い選手だなっていうのは、あまあ、ちょっと少ないあのシーズンのあれでしたけど、まあ、見てる限りは思ったところはありまして、うん、ただ、追い方とかはやっぱその攻撃特化の選手なので、うん、あそっちのコースじゃないコース走ったらもっと有効的なのになっていう追い方をしちゃったりとかはたまにあると思います。その辺はもう染みついたもんだと思うので、そっちから追っかけても要はカウンター止めれないよとかディレイするのにちょっと難しいよっていうコースから追っかけはするんですけど、守備意識はあると思います。まあ、1個あるとするならばカウンターを警戒するようなパスというか、まあ、要は後ろに何人いるから今、危ないくさび入れても大丈夫だみたいなところに関しては自分のやりたいようにやっちゃう時がどうしてもある感じがしますよね。この前のだね。本人も多分自覚はあるのかなって思うので、あんまり、やらないように、そのガラタサライ戦とかでも割とその守備を意識した動きはすごいしてたんですけど、70分かなんかぐらいに1回とんでもないポカ一発だけしたのは覚えてて、はい、いけるって思った時にちゃんとアクセル踏めるタイプの攻撃の選手なんで、まあそれが逆にモロ刃の剣になるとかもあるんだろうなっていうのは、相手依存というか自分と同じぐらいの
クオリティのトラップとドリブルと、まあ、ボールコントロールができる前提で出してるところがあるので、うん、相手がうまくそこをボールを抑えてくれないと、なるほど、パスカットされてるよというよりは、あ、パス出した先の相手が潰されてるシーンが結構見受けられたような気はしたので、なんかそこら辺を急にパッと相手の能力というか、あれを見誤る感じは。なるほど。どうしよう、ちょっと不安になってきたぞ。あとそのゆっくりパス出したりとかもするんですよ、わざと多分、はい、スピードも結構計算されてるなと思ってて、だけどそれってその味方が背負ってそのパス待てる状況じゃないと難しいので、そこでディフェンスにこう入れ替わられるとインターセプトになっちゃうので、中島翔也的にはその相手は背負えるだろうっていう前提で、割とその完璧な想定でパスを出してる感じがしますよね。アイデアはめっちゃあるんですよ、くさびれたとこうしたいみたいな動きもちゃんとしてるので、だからこそカウンター食らった時に中島翔也自身も戻れなくなるみたいな、あるんじゃないかなっていうのは。ちょっとコオロキはどんなんでも受けてくれるだろうけど、カンって大丈夫かな。そこら辺は練習でどんどんフィットしていくとは思うの で、イメージ共有できればいいですよね。本当にそうだと思います。それか、あとは割り切った、そのトルコリーグではどっちかっていうと、ワンツーのパスなんか返ってこないって中島選手自身は思ってやってた感じが僕は受けたんで、はい、それぐらい割り切った時は自分でどうにか崩すか、もうラストパス出すか諦めるかの多分3択ぐらいで簡単になると思うんですよ、はい、プレーが。周りのレベルが高ければ高いほどリスクは上がってると思って、逆に差し支えないのかなと。やれることが多いって思っちゃうと欲が出ると思うので、はい、そこは。だから逆に、まあ、中島選手がミスればミスるほど、周りの裏の選手のレベルが練習時普段高いって思わせる何かが、お、まあ、ポジティブに捉えてもいいところはあるのかなっていうのは個人的には思いますけど、まあ、試合の結果は別ですけどね、出られなくて、ね、やっぱ難しい選手だな。ポテンシャルは高くて、やっぱりそのチームの中でも一番うまかったってことですね、アンタリア。そうですね、いやもう間違いなくナンバーワンでしたね。いろんな外国人選手来てましたけど、もう技術的にはもう圧倒的でしたね。監督もめちゃくちゃ使いたかったんですけど、どうしてもやっぱそういう、はい、守備しないといけないっていうのが中堅チームのもう宿命というか、うん、なのでどこで出そうかなみたいな、最初の方はすごい、イメージがあったみたいなんですけど、監督の方も起用方法として、はい、だんだんやっぱりこうシーズン重ねてって勝ちが増えていくごとに守備しないとっていう意識が高くなって、だんだんベンチに入れなくなってきて、そこで怪我しちゃってみたいなのがダブルで来たっていうのが、多分アンタルヤでのシーズンだったんじゃないかなって個人的には見てますけど。なんかもうちょいいい話聞かせてもらえますか。いい話で言うと、YouTube の方に中島翔也選手のプレー動画がトルコリーグの上がってまして、はい、見るとめちゃくちゃスルーパス通してて、ですけどなんかフォワードの選手がめちゃくちゃ外してる感じがあって、フォワードがめちゃくちゃすごかったら足と10ぐらいついてるんじゃないかなぐらいあったんですけど、はい、それは本当にそうだと思います。さっきもお伝えしたように周りに恵まれなかったこそスルーパスを選んだところはあると思うので、柔軟な選手だと本当に思うんで、浦和のための中島翔也になるっていうのは多分本人は意識はしてると思うんですよね。という感じでこれはいけそうということで、まとめさん告知コーナー、はい、告知コーナー、告知コーナー、一応そのアニメ会社に入って、まあ今4年目になるんですけど、アニメの告知もちょっとしたいなと思ったんですけど、あまりにもアニメって版権のあれがややこしすぎて、うちでこれやってますって言うと後々怒られることもあるので、エンドクレジットが出た時すごい気にして見といてくださいっていう、なんかエンディングまで込みで結構アニメは楽しめますよっていうのがあるので、ちょっとその見方をお願いしたいっていうのと、あとはもうトルコ日本人が本当に来ないんですよ。もう2015年に1回テロがあって、そこから大学生女子2人組とか、なんか急に人生やめて世界一周しますみたいな若者とかがたまにイスタンブールで連絡をくれるんですけど、もっとなんか日本人の人にトルコ来てほしいなっていうのはあるので、はい、ぜひ旅行先なんかちょっと行くとこなくなったらカッパドキアで気球に乗るみたいなツアーを検討してみてもらえると嬉しいなと思ってます。本当イスタンブールすぐ近くにスタジアムがあるんで、徒歩圏内にフェネルバフチェもガラタサライもベシクタシもスタジアムがあって、ダフヤのおっちゃんとの交渉は任せてもらえれば、ベシクタシだったらチケットも取れますし、いつでも。いつでも。はい。あれば、私たちも。はい。じゃあ、行ったときはもう、まずメイラさんに連絡しろと。はい。連絡します。お願いします。
で、最後に中島翔也選手にエールというか、一言いただいて終わりにさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。実はちょっと、とある関係者の方から、イスタンブール行くかもしれないっていう話をお聞きしまして、中島選手が。もしかするとあったかもしれない。はい、トルコの名門に行く可能性もあったってことなんだ。ありました、ありました。全然ありました。僕聞かれました。中島翔也ってどう思うって。あらら。全く印象ないですねとは言うのは、ファンに印象はなくても、業界人にはめちゃくちゃ印象あったので。なるほど。そうなんだ。そんな中島選手が本当に入るんだったら、裏割って決めてたっていうことを僕はなんか結構しびれたんで、ぜひイスタンブールに来なかった分も、裏輪でぶつけて発散してもらって活躍してもらえればなとは思ってます。ああよかった、やっと最後いい話聞いた。いい話不安じゃなかったけど。もしなんか松村さんの方で浦和レッズ関連の選手のことをもし関係者の方に聞かれたら、もうめちゃくちゃ悪く言っておいてください。はい、失礼しました。行かれちゃうと困るんで。という感じで今日松村さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。